代表作、破壊された都市ロッテルダム東京都庭園美術館、住まい、オシップアレクセイエビチ雑菌、ユダヤ名、1890年7月14日から1967年11月25日は、ロシア帝国、ビツェプスク出身の彫刻家、画家。雑菌の父親は、地方大学で語学を教える教師で、ユダヤ系の経済的に豊かな家庭に生まれ育ち、 1905年に母親の実家のあった北部イギリスのサンダーランドの工芸美術学校で英語を学びつつ造形学を専攻した。その後ロンドンの大英博物館で古典彫刻に触れるなどして影響を強く受け彫刻家を志した。1909年にフランス・パリに渡りパブロ・ピカソやアメデオ・モディリアーニフ藤田つグジたちと知り合い、 共にエコールドパリの芸術家として活躍する。キュビスムの彫刻家として知られるが、黒人彫刻の影響を受け、アフリカ的手法を取り入れながら、再構成していく素朴な作品も多い。非人間的になりがちであるキュビスムの枠を超え、生命力に満ち溢れた独自の造形を生み出した。1914年1920年、 林家に引っ越してきたアルジェリア出身の女流画家だったバランティーヌ・プラックスと知り合い翌年に藤田を証人に立てて結婚する。湖1925年ベラルーシの切手1940年から戦災を逃れてアメリカへと渡るが戦後すぐ帰国し没するまでパリを拠点に精力的に活動し1950年のベネツィア・ビエンナーレで彫刻大賞を受賞。 続いて1960年には芸術国家大賞を受賞し、名実ともにフランスを代表する彫刻家となり1962年からパリのエコールデ・ボザールの教授を務めた。なお、モンパルナスの中心部にある雑菌と妻のビランティーヌのアトリエ兼住居は現存しており、雑菌美術館として1982年により一般公開されている。 藤田の圧旋もありにか海外国会員としてに、家ンに出品を続けた、新日家としても知られ、多くの作品を日本でも見ることができる。1994年1月14日、パリの13区に雑巾に敬意を表してザディンヌ通りが新設された。ザディンヌ通りの標識パリのレメッセンジャー。ありがとうございます。